M92 はヘルクレス座にある球状星団である。同じヘルクレス座の球状星団である M13 よりは大きくはないが明るく密集した球状星団である。サイサ運動によって紀元1万6000年頃に天の北極に一度まで近づく双眼鏡で丸い星雲状に見え中心部は明るい。周囲のほの星は口径8センチメートルの望遠鏡では 不足気味で、合計10センチメートルの望遠鏡の勾配率で見え始める。1777年に、ヨハン・ボーデによって発見された。ボーデは、やや丸く、青式光によって囲まれているとしている。1781年、シャルル・メシエは、はっきりし、綺麗。非常に明るい。1フィートの望遠鏡で楽に見える。星は含まない。中心部は明るく。 大きな水星の核に似ている。大きさ、明るさは M13 にかなり似ている。敬語とした。ジョン・ハーシェルは、球状星団で、ほの星に分かれるとした。スミスは、ほの星の集まる、球状星団。大きく明るい。中心部は輝く。良い思想では、外形は不規則。橋の方は、流れているとした。マラスは、中心部の星を、 合計10センチ1 0トルの望遠鏡の倍率214倍で見えたと報告した。通常はザラザラとした感じで見ることができる。合計20センチ2 0トルの高倍率で個々の星に分かれ、やや歪んだ姿も分かるという。ただ、気象条件に左右され、安く、ロス鏡でさえ全部を星に分けてみていない。ジョーンズは、合計20センチ2 0トルの望遠鏡ですべての星を分離したといい。 やや東の方が平らで、南北方向がわずかに長くなっているとしている。通常は、合計30センチメートルの望遠鏡で、すべての星を分離できる。ありがとうございます。